はい、始まりました。シューちゃんオートです。本日はですね、川口オートレース場の、4日間開催の今日は初日ということでですね、今日はやっていきたいと思います。奈良レースからやっていきたいと思います。実は5レースまで本場にいました。はい、水木のレースを見て帰ってきました。暑くてもうダメ、本当暑いっす。はいね、明日から本場行く人ね、ぜひ、気をつけてください。本当にね、熱中症とかになりやすいのでね、本当に気をつけていただければと思います。ということで、自宅に帰って避難してまいりました。今日も最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ7レースですね。ここはもう広かった頭一本で勝負でございます。ねえ、ここスタートからしっかり前にさばいてさばいてさばきまくって、7レース来い広かず来い。さあ最終半から鈴木広かずが 10m 前に迫るぞ。お母さんまでくっちゃい、一気に叩いていきました。スタート1勝機までくっちゃい、横田正樹がなんとかまくり返そうとします。うわ、食えなかったか。ここは横田はギリギリ食い止めました。深山最高峰からの競争であります。お、中原さんが早めに行った。小田さんを蹴った。一発で小里をさばいて先頭に立っています。増田さんもいいよ。2番手には小里健太。さあ後ろはどうか。正気が車変わってるんですよね今日ね。どうなんだろう、そこがちょっとクエスチョンマークでございますが、外外回って結構いいんじゃない感じとすれば。さあ2車がりいっちゃおう。 OK、 広数いいね。先行するのは中原、2番手には小里健太。さあ梅内さんが上がってきたよ。梅内が3番手から狙いを定めた。セクシーながってきた。一気に入るのか。ここは一旦待ちました。その梅内の後ろからは鈴木広和。さあ広和が後ろから残り1番5番そして2番まで一気に詰まるのか。鈴木広和いった。早い。中原までさばいて先頭に立っています。車も止まってる。素晴らしい。正気もいいね。正気いいね。推進力は目立っています。正気いいね。ぐっとアウトコースからアプローチするのは横田正気。強めだね。切り返していいんじゃない。ここで切り返してまいりました。横田いいんじゃない。残りは2周回終盤戦です。いやガチガチだけどいいんじゃない。2番手は横田正樹。さあ広和、あとはそして大もうタイムアタック状態。深谷光という並びになっています。さあ正樹がどうだ、前を追えるのか。差を詰めることができるか。横田正樹どこまでいけるか。横田を立ち上がりまして残り1周のブルーフラッグを通過しました。もう車検は消したような形ですが、さあどうだどうだどうだ。前結構詰めてるね正樹。マシン悪くないんじゃないかな。先頭は鈴木ロカズ、2番手が結構乗り心地が良さそうな感じがしますけどね。今最終周回第4コーナーを先頭で鈴木ロカズがクリア。本当にロカズおめでとう。橋が1番人気、2番人気になっています。さあ8レースですね。ここ森くん、今日はデビュー日ということでね、頑張って、しっかり勝利まで行きましょう。スタート大注目。さあ森克行スタートしました。 10m 線は外から3番の西が好スタートを決めていきました。後ろから6番の金山周平は20線に迫る勢いがありますが、ここは 20m 線がギリギリ。さあ外から行ったよ森くんが。かましていけんのか。あそこ最高峰からの競争ゴーンとゴーンと行った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 。ここで金山中野のところを捉えました。先頭大久保に並びかける西翔子。レーサー2周回目、西のまくりは見事に決まりました。西が先頭に立っています。西が外からまくってった。早いぞこれ。鮮やかなるまくりを見せる森克行。今バック側では4番手、
先に2番手に上がっていくのは同期の矢島敏幸であります。さらには森山の付近では3番手矢島頑張って西さんついて西さんついて先頭は西2番手に矢島3番手に森勝幸4番手に攻め上がってくるのは中野森君行っちゃおうであります。さあここで矢島の遠慮なくそこ行っちゃおう森勝幸同期でも遠慮なく森が2番手に上がっています。逃げさあ乗り弾も来た追い上げる1番手は森勝幸残りは3周回です。西を射程に捉えた8番手森の足がいいよ先頭2番手の距離が縮まってその差はわずかに1車身ぐらい。さあどうか一旦待ちました森そして3番手には矢島の内を攻め込んでくるのはさあ森君ここ切り返し中入ってこってきていますそしてトップ争いは満を持して森勝幸ここでさあ森田頑張って2着まで来てくれ残りは2周回終盤戦森が先頭に立ちました2番手には西3番手には中野範人しっかり前追って矢島という並びになっています。さあ2着から近づまりが近づけまで中野が大反発を見せる終盤の周回西もやや滑っています。残り1周のブルーフラッグを通過しています。西か射程距離まで行ってくれ中野範人か2番手争いは西がリード中野は3番手の位置最終コーナーに向かいましてこの距離感さあ最終コーナーではかなり近いところまで中野が来ていますがこのままか勝負勝負勝負先頭は森勝幸1番に答えました。さあ9レース若ちゃんしっかり行こうぜ。今日ね信沢ちゃんとね一緒にね指定で合わせてましたね若しっかり信沢ちゃんの分も頑張ろう若来いスタートしました。ハンデゼロのスタート争いウィリーしながら大外から赤穂が先手を取りました。10メートル枠なり20メートルは岩田博美が先手ゆうや頑張れゆうや出場タイムというか出場良かったんよ。先頭赤堀が大きなリードを作りました。やべえ大栗君に負けてるじゃんかよ。いながらも捉えた4番大栗君に負けちゃいけん。吉田優也は中断です。そのアウトコースから岩田博美がさばこうとしましたが抵抗する吉田優也入れ優也入れ吉田優也が先に前を攻めようとしておりますが大栗が力ずくで抑えていきました。前を引いた吉田優也そこから岩田博美2番手で上がったのは大栗3番手に高橋4番手に岩田博美インサイドから若いところからここでうまく3台さばいてくるか。1コーナー博美も一緒に上がってこい岩田そして吉田優也をさばいた若い友風が4番手さらには高橋雄一までさばいてまいりました。残りは3周半サンダーリードを作っています。いいよ2番手大栗3番手若い友風の体勢で残りは3周回フローに上がってこいたっぷりとあります。先頭2番手の距離が縮まったさらには3番手から若い友風が2番手の大栗を攻めに行く3コーナー突っ込みイン鋭く捉えてまいりました。ここで2番手の若い友風が上がりました。逃げるのは赤堀追い上げ1番手が若いの体勢残りは2周回終盤戦です。ヒロミ上がってこい赤堀のリードがなくなりました。頑張って頑張ってここで前輪がかかるかかからないかぐらいの距離関係まで若い友風の追い上げてきています。3コーナーから4コーナーのカーブでさあここで切り返しのタイミング4コーナーでうまくさばいてまいりました。ヒロミヒロミ頼むかわされました赤堀3番手に大栗追い込んでくる今は滑ってるが少々2コーナー立ち上げ滑った2番手の赤堀も滑ってしまいました。おお一滑りで意気消沈か4番の大栗が3番手から猛烈に追い上げて最後は赤堀に滑ってしまった若い先頭5
スタートまで10秒前。さあ10レースですね。ここはもう金子大輔の一択で勝負でございます。ねえ、8号車が今日は強いはず。3秒前。さあ金子大輔初日しっかり1着まで来い。スタートしました。ハンデゼロでは外からホンダが飛び出しました。1番の井上は遅れを取っています。5番の武藤博文が強烈なダッシュから先頭のホンダに肉薄する勢い。さあ金子大輔早めに2番手に武藤博文、さらには木村義則、その後ろに4番高橋がついています。1車さばいた金子大輔は7番手の位置を待っています。あ、もう車なりはむちゃ頭や。あっさりとここでホンダを捕まえました。武藤博文が先頭に立っています。かわされましたホンダ、内側から木村義則、さらには山田信介もこの争いに加わる構えであります。そして追いついた金子大輔、早めの仕掛けであります。よし、そこで2車行っちゃう。山田が4番高橋をさばいた最後をついてくる金子大輔。残り4周という段階でさらに2番のホンダまで捉えるか。大2番手の木村も滑りました。ここを見定めて金子大輔、そして7番の山際慎介も5番手から木村さんも頑張って、そこ踏ん張って5番の武藤博美が主導権を握りまして、残りは3周回。この1周まで2番手に攻め上がる金子大輔、木村は3番手に交代しました。そして山際慎介4番手の位置を回っています。レースの主導権は武藤博美、追いかける1番手が金子大輔、人気の中心選手であります。この4コーナーで追いつきました。残りは2周回終盤戦です。さらには3番手山際君も来た。1人を捉えた山際慎介、さあ先頭争いは山際君を追ってこい、追ってこい。武藤博美を捉えていきました。8番金子大輔は先頭に立っています。2番手に武藤博美、3番手が山際慎介、あと1周だけ3つきついか。この距離はな、今通過しました。先頭金子、2番手に武藤博美、3番手に山際慎介、体勢が落ち着き始めております。固い決着やな、これしゃあない。もう1回打ちを狙ってくる5番武藤でありますが、先頭は8番金子大輔。オッケー、金子の先頭だ。今最終4コーナークリアして目の前チェックアップ。よっしゃ、金子大輔おめでとう、1着。金子大輔のさあ佐藤玲君の一級車デビュー戦でございます。ね、練習スタート結構切れてた。さあどういうレースをするのか大注目。玲君頑張って、スタートしました。スタート早いぞ玲君、行ったべ。佐藤玲が好スタートを切りました。そして8番黒川京介が10メートル前の春本を叩きました。先頭は西村、2番手には下平義輝、インを使ってくるのか。長谷川博士3番手、中段では5番の相馬の内を攻めてくるのは佐藤玲。今慎重に慎重に内側からさばいて、その後ろからさあここからスピード出して、レースは2周回目に入ります。さあ中段の争いでありますが、ここで佐藤玲の内をついてくるのは8番黒川京介、4番の牧野が前を攻めようとしておりますが、バイクを引いた。ここが勝敗のターニングポイントになりそうであります。7番の佐藤玲が一気にピンチがチャンスに変わりました。残りは4周回、さらに3番手に上がる3番の下平まで外から飲み込む勢いであります。さあ3コーナーに向かいまして、スーッと外からスムーズに相馬君ついてきて、佐藤玲が2番手に上がっています。ついてくるのは相馬、現在4番手争い、残りは3周回です。逃げる西村、さあ相馬さんもスピードもつけようとなりました。タイヤがどうか。さあ残りコーナー立ち上がりまして、先頭の1番西村をさばいていきました。佐藤玲あっさり抜き去りまして先頭に立っています。そして中段3番で争いが大混戦になっています。3番の下平リード、内を攻めて5番の相馬、アウトコースから相馬君2着まで頼む。さあレーサー終盤戦に入っていますが、2番手まで黒川間に合うんでしょうか。2番手は1番西村明取り、5番の相馬が追い込もうとしております。さらには4番手に上がった8番黒川京介、まだまだ2番手の可能性あり、残り1周ブルーフラッグ。さあここで相馬の内を、いや突っ込めない、5番の相馬が3番手の位置、4番手が黒川京介というターンになっています。滑っている黒川、おー2番手内を攻めて5番の相馬、1番の西村まである相馬がぐらついた。内側から黒川も並ぼうとしている。先頭はあっさりと相馬君頑張った。
さあ最終12レースですね。マサトがどんなレースをするのかで、しっかり7車、ね、抜いて抜いて抜きまくって、マサトが頭で来るのか。対抗は福田選手狙ってます。来い福田さん、スタートからいいよ。後ろの方からは6番石井大輔がこうスタート。4番和田は遅れを取りました。先頭北原、早めに早めに和田さん、10m 勢をハンデ差以上に離しての競争であります。そして3コーナーでは5番の福田裕二が北爪と石井大輔を全く用意しました。前を追って中段5番手には石井大輔、その後ろにいました。いけ福田さん、いけ。外が続いております。レースは2周目に入っています。先頭は北原、追って追って追って、リードは15メートルぐらいあります。福田裕二、そして石井大志が続いております。一旦待ちました。8番の中村雅人、7番の岩下選手、その頃雅人がようやくここ2車狩りで来るのか。来た。この1コーナーでは岩下をパスしました。中村が5番手まで上がってきています。さあ福田さん、追って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 、さあ逃げる北原を懸命に追いかける福田裕二、その感覚がじわじわと縮まってまいりました。ここでコースを外してしまった北原にインコースから福田裕二、残り3周という段階で福田裕二が先頭に上がりました。頭じゃ福田さん、頭じゃ北原、そして3番手6番の石井大輔でイン側をついて中村正人。さあ追撃態勢は整いました。残りは2周半、逃げろ、まだまだ余裕があります。あと2周逃げて、2番手の北原を上がりまして中村、正人が早い。2周回終盤戦です。ここで中村が2番手で上がる。先頭の福田裕二まだその差ちょうど10メートルぐらい。そして福田さん頑張って逃げて、内をついてくるのは石井大輔。しかし体勢は変わらず、3番手は北原武里、逃げろ福田さん、逃げろ。あと1周、裕二とマッチレースになりました。中村追いつくかどうか、ラスト1周回、これはゴール前まだまだ目の離せない戦いになりそうだ。福田さん頑張って頑張って頑張って、福田裕二が先頭だ。2番手は8番の中村、最終コーナーぐーっとバイクを伸ばして中村雅人でやりますが、頑張れ福田さん、頑張れ、届くかどうか、届かないか。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやーマサトね、福田さんがねすげえね思想から良かったんですよね。あだからね、まあ、頭から狙ってみました。あとはレイ君スタートね、スタート練習すごい切れてたんですよ。うん、だからねやっぱりねすごいで、スピード乗るとやっぱ速いですね。あとね、あの映像にはなかったんですけど、水木新しい車乗ってるしね、いいわ、すごい。ちょっとごめんなさい、ここの番組では出てないんですけど、水木のリプレイ見てください。ちょっとね今までの水木とは違う。はい、明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして新しい番組もできました。皆さんぜひそちらのご視聴もよろしくお願いいたします。今日も一日お疲れ様でございました。